はい、今回は j アラートという演出を自民党とマスコミと北でしている可能性、および憲法改正の不安について考えてお話していきます。今回もよろしくお願いいたします。あの昨日でしたっけ？また、あの j アラートってあの変なのが鳴りましたね。で、これっていうのはもう僕は思ってますし。し、えー、リスナー様も思ってらっしゃる方が多いかと思いますが、演出なんですね。 全く北から何も飛んできません。北から何か飛んできたら困るからです。それは日本国民とか日本が困るっていうこともありますが、それ以上に米が困るから、そんなことあるはずがないんですよ。だから自民党とマスコミと北で話し合って、えー、裏に米が回って、えー、ねこういった騒ぎをしているっていう、まあ非常にあのくだらないと思うんですが、まあ、そのくだらないことの裏にとんでもないことが隠されていることを考えていきます。 今、自民党、あるいは自民、公明、維新、国民民主党憲法改正をしようとしています。でこ、この J アラートっていうもので騒ぐのは、ですね憲法審査会、あるいは会見からの目線そらしである可能性が非常に高いんですね。全く無意味なことのために、このようなことを騒ぐとは思えないんで、こういったものを騒いで、国民のですね目線をそこに向けさせることがね狙い。 でこれは言っている、まあ、方がいて非常にこれはまずいなと思うんですが <laughs>、まあ、日本というのは今着々と有事の方向に、えー、岸田とか自民党が向か,う向かわせようとしてるんですね。で、えー、日本をです、ね、有事に、えーまあ、あ向かわせるためにあるいはです、ね、憲法を改正をして何を考えているのかと,と徴兵制を考えているわけですよ。えー、自民党というかあ国会で,です、ね、どうにかこうにかこの徴,徴兵制を。 閣議決定してどういうどうになるかっていうのは分かりませんが、憲法を改正したら、9条がなくなる、基本的人権がなく,なくなる、緊急事態条項を導入する、そしてこの徴兵制もということで、その準備を今してる可能性があるんですよ。全然そういうことに気がつかないわけですね。うわ、北から何,何かまずいんだ、別にまずくありません、よほどまずいことを隠してる、こちらに気づけない方があまずいわけですね。 だから、あのー、この J アラートと騒ぐ裏ではです、ね、でこの有事に着々と日本というか、まあ、その自民党とかね、えー、自民、えー、公明、えー、政府がですね、どん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 ん日本有事の、えー、そちらの方向に誘導する、そしてそういったことを隠す口実のために、この J アラートというもので騒いでいる。 そのように考えられます。そしてですね、ニュースに実際になっているんですが、全くうもう注目もされもしないのでおかしいとしか思いませんが、5月30日に武道館で相当な人数が集まってこの憲法改正について話し合うんですね、多分緊急事態条項だと思いますが、そういったことの目線そらしの可能性があります。一番今日本ででで、えー、まずい目的すすね、この憲憲法法改改正正なんですよ。憲法を改正したら、 先ほどお話したように、9条がなくなる、うんね、基本的人権がなくなる、緊急事態条項があ、まあ、入る、徴兵制が入る、そして岸田がずっと内閣総理大臣で居続けますからね、えー、もう選挙も何もないし、ずっと自民党の独裁があ通るわけですよ、非常にこれってのはまずいわけですよ、しかし、こういうことを隠して、隠すがために、えー、この北から何か飛んできたとか、どうのこうのって言ってるんですが、これっていうのは、あまあ、難しいっちゃ難しいですが、簡単といえば簡単なんですよね。 自民党と東丸と米がつながっているわけですよ。そしてそこに北がまあ、つながりを見せて。まあ言うなれば自民党をまあ、東丸米北マスコミでえ。まあ、その後ろにまあ米が回っていると。まあそういうふうに考えます。で、東丸っていうのはあ、日本において大きな問題を起こしているわけですよね。で、自民党と東丸の関係を。 分かっているのに全く切っていないと安倍晋三の時からですというかまあ厳密に言うと安倍晋三の祖父岸信介の時からですが自民党と遠丸というのはもう数十年単位で表と裏表裏一体の関係にあります文鮮明、ね、岸信介があ、まあ、日本に遠丸勝共連合を作って自民党の後ろにずっといる数十年米もそこにいるそして遠丸というのはあ日本において信者から、ね、高額献金とかって金を取るわけじゃないですかその金どこ行ってるのかもう訳分かりませんからね 調べることができない、そして、でそのまあ、隠れみのにして、その金がもしかしたら北のそういったところにあの送られている可能性っていうのもあるんですよ、僕らにはそういうことはわからないからね。で、よくですね、もう全く訳わけからない、とんちんかなことを言う人がいますが、令和がですね北とつながってるっていうんですよ、全く令和と北なんていうのはつながりがありません、ただそれっていうのは、この自民党の関係を隠すためです。 安倍晋三の時からそうでした。自民党が苦しい状況になるたびに、えー、北から何か飛んでくる、まあ、飛んでくるふりをする、あるいは、えー、北からあ何か飛んできたと、そういったふりをする。で、えー、これ分かってるんですが、北からあ日本に今までその飛んできたと言ってますが、一回も落ちたことがないですよね。何回も何回も何回もやってますが、一回も落ちたことはないですよね。多分飛ばしてないと思いますけど、何も。飛ばしたふりですね。安倍晋三の時が一番ひどかったんですよ。 今の岸田もひどいですが、安倍晋三の時ですね、えー、安倍に何か苦しいことがあると、もちろん分かりませんが、安倍がですね、えー、裏側で、えー、あのか北の角刈り男に電話してるんでしょうね。ちょっとあの、まあ、飛ばしたことにしといてくれよ、頼むよっていうようなことで、自民党と北はつながってますから、マスコミをね、えー、東丸米とすべてがつながってますから、その電話1本で、あじゃあ,あ、何か飛んできたことにしておこうって、そういうことを言ってるわけですよ。だから僕あの ことあることに言ってますが、北朝鮮拉致問題っていうのも、それに関係してるだろうと、だから、北朝鮮拉致問題っていのは、いろいろわからないところがあるんですよ、別にすべてがどうのこうのとは言いませんよ、ただ前も言いましたが、北に、えー、拉致された人が日本で見つかるっていうのはおかしいじゃないですか、どうなってんのって話ですよね、そんなおかしいことないでしょ、そして自民党と北がつながっていることから、この北朝鮮拉致問題っていうのも、何かしらの、まあ、利権の匂いを感じるわけですよ。 だから僕はもう、小泉の時から、安倍とかもそうですよ小泉、安倍とか、もうまあそもそも北と自民党がつながってるんで、えー、こういったものが茶番である可能性が非常に高いんですよ。で、意味は何かっていうと、わざとこういったものを解決しないんですよ。解決っていうか、問題すら起きてないかもしれませんからね。芝居です。で、えー、この芝居をする意味があるんですよ。それは日本と北の関係を悪化させることによって、例えばですね、こういうことが通るわけですよ。 北が何かを飛ばしてきたからまずいんだって、日本はね、えー、そ,れそれに備えないといけないんだ、よし、そうだ、憲法を改正しようとかね、そういったことをするわけですよ。そのために使われているのが、えーまあ、北、あるいは自民党と北のプロレス、そしてあのまともなこと言う令和に対してですね、SNS で、令和は北とつながってるから、つ、う、な、ん、がるところがないし、ねまあ、ちょっと言葉が悪いですが、令和っていうのは政党の規模からして小さいわけですよ。自民党ってその巨大なものが、うん、そういったことをしていると。 そうとしか考えられない。そしてそういったことに気がつかれたくないんで、何か都合が悪い話になると、令和と北がとかね、あと野党は北とつながってるとかね、うん、完全におかしいですからね。誰もこういう話をしないんですけど、そしておそらくですが、うん、令和が北とつながっているんだとかっていう SNS のものに飛びつくんでね、本当にあの何も分かってない人間が多すぎるなと思います。別に僕の言ってること何もおかしくないですからね。こういったことをずっと調べていて、これはおかしいなと、そう思ってるわけですよ。 だから、北とつながってるのは自民党なんですよ。自民党と北、遠丸、マスコミ、マスゴミ、ねえー、米とか、そういったもののつながりがあると、それを国民が考えないといけないんですね。で、北から何かが飛んできたんだと騒ぐことの意味はあるんですよ。岸田がですね、憲法改正に話を持っていけるわけですよ。全く支持されてない岸田が、ねえー、ニュースにもなってますが、憲法改正の議論を引き延ばすのは責任放棄だ、どうのこうのってね。 憲法なんて改正してはいけないにもかかわらず、そういうこと言ってると。そしてそういったことの話の後に、この J アラート、北から飛んできたんだっていうことを言ってるんですよ。いや、わざとでしょ。それはわざと,と考えない方が僕はおかしいと思うんですけどね。で、このニュースがあるんですよ。それを考えていこうと思うんですが、岸田は憲法改正をめぐり、まあ、超党派の議員でねえ、 なんかその会合してビデオメッセージを寄せたとと、議論を引き延ばし、国民に選択肢を支持しないのは政治の責任放棄で実現に向けて取り組む考えを示した、憲法なんて改正する必要がないんですよ。うん、自民党の狙いいというのは日本を有事に持っていく、あるいはです、ね、救助をなくす、基本的人権をなくす、緊急事態条項を入れる、徴兵制にする、あと岸田の願いがあるじゃないですか、一日も長く内閣総理大臣になっていたいという、このね、どうしようもない岸田が。 憲法を改正したら岸田がずっと内閣総理大臣になりますよ。だって選挙ももう必要ないもん。憲法改正ってそういうことだから。だからこんなことを許してはいけないんですよ。改憲派とか言ってますけど、岸田がずっと内閣総理大臣でいいんですかって、まあ、有事のこともあるけどね。で、まあ、どうのこうのって言って、岸田はですね、憲法改正を先送りできない課題、時代にそぐわない部分がどうのこうのって言ってますけど、まるっきり意味が違いますからね。そして緊急事態条項を導入しようと、それだけ。 国民に選択肢を示すのは政治の責任でとかなんとか言ってますが、そもそも自民党がこんなことを語る自体おかしいわけですよ、話になりません。そして、北から何か飛んできたと、えー、煽ることによって、煽り散らかすことによって、ですね、えー、国民が、まあ別に僕は思わないし、皆さんも思わないかもしれませんが、国民が不安、マイナス感情を抱くんですよ、そういうふうな状況のためにしてると思いますよ、安倍と格刈りがしてたと思いますし、今、岸田も多分してると思いますけど、格刈りに。 職場に電話してですね。ちょっとあのこうこういった事情があるからあね。 えー、なんか飛ば,して飛ばしておいたことにしてくんないとかって言うと、角刈り男は、ですねああ、ああそう、じゃあやっとくからって言って、あるいはですね岸田が直接してるか分かりませんね、岸田の後ろにいる、まあ、シーマレイがいて、シーマレイがですね、えーまあ、ちょっとシーマレイがだから後ろにいるわけですよ、日本の後ろと北の後ろにいて、ですね今、自民党がこういった状況なので苦しくなってると、よし、この北から何かを飛ばしたことにしておこうかっていう、そういったことをしている可能性があるんですね。 で僕たち日本国民には本当のことが分かりませんが一つ決定的に手がかりがあるんですよ。日本の横田基地ってあるじゃないですか。日本の横田基地ってあの日本のものではありませんけど、米のものですけど、日本の横田基地から機体の直行便があるんですね。何が飛んでるんでしょうね。全く僕らには分からない。預かり知ることはできませんが、そういったところからも異常におかしさを感じるんですよ。だから、そういうことから考えてもおかしいでしょ、普通に考えて。いろいろおかしいところがあるんですよ。で、 北から何か飛んできたって言っても相手にする必要がないんですよ。落ちるわけがないから。まず何も飛んできてないからで仮にか。仮に飛んできたとします。でも飛んできたって日本に落ちることはない。だって日本に落ちたら大変だから。それは僕たち国民にとって大変ということもあ,ありますけど、米にとって大変なんですよ。日本国内に在日米軍の基地を維持してるでしょう。あの費用って日本だって半分ぐらい払ってるわけですから。た多額の金をね。うん、だから、その在日米軍のね、 えーまあ、基地の維持であったり、あるいはですね日本と北の関係を悪化させることによって憲法を改正に話を持っていったり、そういったことをしてる、しようとしている。で、何がおかしいのかっていうと、北っていうのは打ち上げているものがミ,ミサイルではないんですよ。衛星を打ち上げているんですよね。日本政府っていうのはミサイルか衛星の違いがわからないのかっていうんですが、わかってるんですよ。日本政府をコントロールしているのは米ですから、何を打ち上げたて関係ないんですよ。 わーって言って、なんか飛んでくるんだって言って、煽おることが目的なんでね、国民のマイナス感情を煽おることが目的、そしてそ,のそこから先にですね、会見、あるいは軍拡をしようという、その意図がもう丸分かりですから、気をつけないといけないんですよ、国民はね。 にもかかわらず、うわー、北がどうのこうの、まあ僕も角刈り男って言ってるんで、まあよくないかもしれないけど、あの角刈り男ってな,な,なんか皆さんも思うかもしれないけど、結構見ててイラッとするでしょ、まあ、僕もイラッとするんですけど、あれ、からくりがあるんですよ。あれ、イラッとするようなあの映像をわざと撮ってるんですよ。あの角刈り君ね。<laughs> まあ角刈り君って言っていいか分かりませんけど。 あの格り君はそういった役,役目なんですよ。うん、僕はそうに思ってるんで、別に僕は角刈り君って言ってますけど、別に何とも思ってないですよ。まあそういったね、しょうもないことやってんだろうなと思ってる。だから、つまり、えー、何かっていうと、自民党、北、マスゴミ、えー、米の自作自演の茶番劇、日本国民の不安をあ、ねえー、煽る、そして、えー、岸田っていう全く支持されていない、えー、もののですね、 支持率を少しでも回復しようとするそのためのね苦しながらの茶番劇を繰り広げているわけですね。話になりませんよね本当に。でその日中韓首脳会談の後の後にあのそのねそれが飛んできたと飛んできたと騒ぐこともお,おかしいからね。でこれ実際この詳しい方がおっしゃってるんですが。 あの飛んでくる方向とかっていうのも全く、まあ、違うんですよ、その北からね。まずそもそもそのロケットとかミサイルとかそういったことなんですけど、ロケットかミサイルかっていうと、方向が全く違うんですそういうことは一切報道しないんですよ、あのバレるから、あこの茶番でたらめがバレるから、そして狙うっていうのは憲法改正が必要だっていうことを狙って、岸田と、岸田の支持率を上げようとしてるのかな。だからあのこの北のこのここ北ね茶番 え何か飛んできたっていうものに気がつかないといけないで目的は何かっていうと憲法改正が目的である日本を有事に、えー、導こうとしているそれに気がつかないといけない でこれっていうのは先ほど言いましたが、自民党と北とマスゴミ、そして裏で米が操っている、この一連の演出です。このことに気づくべきです。昨日かな、あこの J アラートの件が注目されていたんで、まあ、僕も調べて、この話、ちょっと前にもしたことがありますが、おそらくこのようなことであってると思います。そして例えば僕が言ったようなことに気が,気がつかれないために、口を開いてですね、令和は北とつながってるんだって、うん、何がどこが全くつながる理由がないじゃないですか。 でその自民党と北の関係をひたすら隠そうとしている、そういった演出をしていると、まあ、そう思いますということで、まあ、リスナー様もこの J アラートの件ですね興味持っている方いらっしゃると思いますので、えー、まあ、僕の思うところをお話しいたしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたしまし